お元気ですか？谷村新司です。今日も元気に散歩をしてまいりました。もう毎日散歩をしながらスマホであちこち写真を撮るっていうのがもう、日課になってますから、もう膨大な量、ストックが溜まってきておりますけども、もうできる限り、このラジテレで、どんどん皆さんにも見てもらおうかななんて思っております。写真の方も楽しんでくれてますか？散歩のコースって、暮らしてる場所がもう限られた同じ場所で暮らしてるんで、そんなに変化が、つくわけじゃないんですけども、もう本当に季節の変わり目っていうのが、ちょっと写真心がこうくすぐられるっていう、そんな時間でもあるんで、ここのとこも気合い入れて、また写真を撮りながら、頑張っていこうかななんて思っております。それでは今日も、自由気ままな一人語りラジテレ、あなたと一緒にゆっくりと始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは心ばかり。心ばかり。聞き慣れない言葉かもしれませんね。心ばかり。この言葉初めて耳にされた方きっと多いと思うんですが、実はこの言葉は、谷村が育ってきた、邦楽の世界、長唄や清元や常磐津、それから義太夫、文楽、あと歌舞伎、そういう世界の中ではよく使われている言葉でもあるんです。でも一般にはほとんど浸透していないという、例えば、ささやかなプレゼントを贈るときカードに添える言葉として、普通使うのは粗品とか、楽屋お見舞いとか、こういうふうに、みんな書いて、差し入れをするんですけども、邦楽の世界では、少し粋な、洒落た言い回しとして、この心ばかりっていう使う人が時々いました。あとは、松の葉、木の松の葉っぱの葉。松の葉とか、最初何だろうとか思うんですけども、なんかそこには、深い、意味がずっと流れてて、そんな中で僕はこの心ばかりっていう言葉がとっても、なんか体にフィットしたって。この差し入れの時に、いろんな差し入れ皆さん入れてくださるんですよね。それで、近所のあるお店の方がおかもちと言ってもこう塗りの、やっぱり京都らしいもので、そこにサンドイッチと、ジュースとかを入れて、そして、のし紙みたいなのがさりげなくこうポンとくっついてるんですけども、そこに、心ばかりって書いて、お名前がパッパッパッと書いてある。やっぱりこれって伝統だよなって、京都っていいなって、そのたんびに思ってたんですよね。なんともね、言葉の響きが柔らかで、しかも奥ゆかしいっていうのかな、そんな響きがあるいい日本語だ